1967年7月、モスクワ近郊の飛行場では東側諸国の軍事関係者を招いて恒例の航空ショーが開催されていた。この催しには可変翼戦闘機や超音速迎撃機などの第三世代戦闘機や数々の新型機や試作機が出品され、大いに盛り上がっていたその時である。東の空からこれまで見たことのない大型の戦闘機の3機正体が音もなく現れ、そして瞬く間に西の空へ消えていったのであった。数秒後、ものすごい轟音と爆風が訪れ、会場は両手で耳を塞ぐように拍手を抑えるもので溢れかえる。その後、来場者は空の彼方に消え去っていった戦闘機に対し拍手と大声援を送り、この年のショーの幕が閉じられたのであった。しかし誰もがこの飛行機の名前も何の目的のために作られたのか知る者はいなかったのである。それから5年後の1972年7月、第4次中東戦争が勃発する1年前のことである。アメリカの協力を得たイスラエルは超音速偵察機 SR-71 ブラックバードによるスエズ運河付近のエジプト陣地の偵察を始めていた。このところ世界一速い速度で飛ぶことができるブラックバードがシナイ半島から姿を消すと決まって現れる飛翔体があった。この謎の飛行機が2機編隊で現れ、1機は高度17,000メートル、1機は11,000メートルをマッハ 2.5 の高速で飛来してくる。今月はこれで20回目で、彼らの目的は偵察と維持行動であろうことは分かっていた。アメリカとイスラエルは今回こそ謎の戦闘機の正体を暴こうとサイドワインダーで武装した2機の RF-4E を上空に待機させていた。地上レーダーで2個のアンノンが映し出される。スパローミサイルを積んだファントムもスクランブル発進して追撃に入った。ところがファントムが次期の搭載レーダーで謎の戦闘機を捉えたところ、敵機は急激に加速し、運河の向こう側エジプト領へ消えていってしまった。この時の敵の速度はマッハ 3.2 であり、傍受した無線から流れてくる言葉はなんとロシア語であった。今回の迎撃でアメリカは謎の飛行機の正体が5年前のモスクワの航空ショーでデビューしたあの戦闘機であり、去年沖縄から出撃した SR-71 がハダロフスクから持ち帰った写真と同じ機種であることを悟るとともに、その存在を大いに恐れ、この戦闘機をMiG-23と名付けた。時は流れ、1976年9月6日12時50分、ソ連防空軍所属の戦闘機3機が、ソ連極東沿海地方のウラジオストクから、約 220km 北東にあるサカリョフカ基地から離陸した。飛び立った戦闘機はソ連防空軍の最新鋭戦闘機 MiG-25 であり、今日はいつもの定期訓練飛行である。編隊の最後尾についていた31番機のコントロールスティックを握るのはビクトル・ベレンコ中尉29歳。共産党員でもある彼はかねてから祖国に対して失望していた。そして一昨日には同飛家の妻から離婚を宣言されていたこともあり、心も少し病んでいたのであろう。彼は今日以前より計画していたことを実行に移す決意を決めていたのである。高度 5,000m 展開を組んで演習空域に向かっていた31番機が飛行高度を急激に 50m まで落とし、緊急避難信号を発信。その後レーダーや無線機器のスイッチをオフにした。墜落を装ったのである。彼は高度 50m のまま音速で約 200km 飛行し、ソ連のレーダー域を出ると高度を 6000m に上げ、時速 800km の経済巡航速度で目的地を目指した。ビクトル・イバーノビッチ・ベレンコは1947年陸軍軍曹である父の家庭に生まれた。ベレンコが2歳の時に両親が離婚、彼は父親と極寒のシベリアに移住した。その後父は
二児を持つ女性と再婚したが、以後ベレンコが継母から食事内容を差別されるといった陰湿な嫌がらせを受ける過酷な少年時代を送る。家庭に安らぎを得ることに絶望したベレンコが、強靭な肉体と優秀な頭脳を培うことで将来その逆境を覆すことを心に誓った。中学校では航空クラブに所属し、兵役招集後にアルマビル高等軍事航空飛行学校に入校。同校ではミグ19やミグ21の操縦を習熟し、戦闘機パイロットの道を歩んだ。その後航空学校に配属され教官となったが、やがて軍内部の堕落と不正の横行に頬を煮やしたベレンコがその現状を上官に訴え、第一線部隊への転属を上申した。ところがこうした惨状が公になることを恐れた上官は、ベレンコを軍規違反を理由に拘禁し独房に送った。その後彼に同乗した軍医の助言により拘禁を解かれ、希望通り防空軍第513戦闘航空連隊、つい先ほど飛び立った部隊に配属された。しかしこの連隊も不正や横領にまみれており、彼は再び上官に訴えるも無視され、逆に自分に対する監視の目が厳しくなっていった。もうこんな国は真っ平だ、アメリカが自由の国というのならこの目で確かめてやる。自由という言葉は知っていても意味は知らなかった。イメージは草原を駆ける馬ポリシュカトーレ、どんなことなのか知りたかった。ミグ25の戦闘航続距離は増加タンクなしで約880キロ、経済速度で飛べば1100キロは飛べる。この距離で到達できてミグが安全に着陸できる滑走路を持つ飛行場は千歳飛行場しかない。千歳飛行場には航空自衛隊の基地もあり、近くまで行けばきっとエスコートしてくれるだろうし、秘密も守ってくれるだろう。とその時、空気密度の高い超低空を音速で飛行したため、燃料の消費が予想以上に多かったためだ。飛行度を上げて燃費を稼ごう。ベレンコがスロットルを押し込み弾降下、そしてスティックを引き8500m に上昇した。しかし今日は高高度訓練の予定はなかったため、余分な酸素は積んでいない。彼はしばらく飛行した後再び高度を落とすこととなった。午後1時11分、航空自衛隊のオクシリレーダーサイトは北海道西方約 180km のところを高度約 6000m、時速約 800km で更新中の識別不明機を発見。国際周波数を用いて日本の領空を侵犯する恐れがあるので注意するよう警告した。さらにこの識別不明機に対し1時20分 F4EJ ファントム2機が航空自衛隊千歳基地から飛び立っている。そろそろ日本の領空に差し掛かった頃、北海道の上空3000m付近は厚い雲に覆われていた。迎撃戦闘機であるミグ25のパイロットには日本の航行データは供給されない。無線も切っているのでラジオ局の電波も受信できない。相変わらず燃料切れを警告する自動再生音声がうるさい。有視界飛行で千歳飛行場を探す必要があるベレンコが雲を抜け、おそらく高度2000m ぐらいだろうか、なんかにはマッチ箱のような家並みが密集していた。日本は自由の国と聞いたが、なんだ我が国の住宅と似たようなものじゃないか。日本は大丈夫なのか。こんな市街地の上空を飛んでいるのに自衛隊のファントムがなぜ見つけてくれないのか。1時26分、奥尻、東別、大港および鴨の各レーダーサイトのモニターから識別不明機の機影が突如消滅した。一方千歳基地より緊急発進したファントムもこの識別不明機に接近しながら、1時25分頃非常レーダーで同機を捉えたが30秒ほどでロストしてしまった。そんな緊迫した状況の中、千歳飛行場からは応援のファントムが次々と飛び立っていった。1時45分、ベレンコは千歳飛行場から90キロ南西の函館上空にいた。今の彼には
眼下の町が千歳市であることを信じるしかなかった。ベレンコは函館上空をすでに4周していた。しかし飛行場は一向に見つからない。函館の街は見たこともない突然の訪問者が大騒ぎになっていた。はっきりと肉眼で赤い星のマークが確認できるのでソ連機であることは明らかだ。自衛隊は何をしているのだ。誰もが戦争の到来を危惧した。1時49分航空自衛隊は函館空港事務所より函館上空をジェット戦闘機が飛行しているが当該機に関する情報が入っているかとの紹介を受け、飛行中のファントムは函館に向かった。残り燃料は多くてあと3分ほどだろうか。脱出したくてもこのミグには射出座席は装備されていない。その時眼下に一本の滑走路が見えた。助かった。しかしエンジンを十分吹かしながら機体の向かい角を大きく取り通常通りのアプローチはできない。エンジンが止まれば即失速して墜落してしまうからである。迷っている時間はない。ベレンコはエンジンが故障した時の着陸方法を選択した。1976年9月6日1時50分機体は滑走路から大きくオーバーランして防護フェンスの手前で着座した。ビクトル・イバーノビッチ・ベレンコと彼の愛機は初めて異国の地を踏んだのである。皆さんこんにちは。サブカルカオス TV にようこそ。函館空港の滑走路では全日空の B727 が離陸滑走中だったそうです。タイミングが悪ければ正面衝突の大事故になっていたところですが、何はともあれ無事に着陸できてよかったですね。後の調査によると残りの燃料は30秒しかなかったようです。今回の動画はいろいろある資料の中から1977年昭和52年度発行の我が国の防衛白書の内容をもとに再現しています。もしMiG-25が燃料切れで函館の町に墜落していたら、もし侵入してきた戦闘機が核爆弾を搭載した攻撃機だったら、想像しただけでも恐ろしいことですよね。函館に強行着陸した戦闘機は今では皆さんご存知のMiG-25フォックスバットなのですが、当時の西側諸国では今回の事件が起こる少し前までこの謎の戦闘機はMiG-23であると信じられていました。つまりこれらが出現してからおおよそ10年間 MiG-25 ばかりではなく本物の MiG-23 の情報すらつかめていなかったのです。この事件はこれまで鉄のカーテンに隠されていたソ連の新型戦闘機の実態が明らかになるとともに、我が国の防空体制の脆弱性があらわになったことで知られています。あらわになったといっても自衛隊の皆さんは地上配備型のレーダーや当時の戦闘機に搭載されていたレーダーの能力の限界は十分理解していたわけで、この事件をきっかけに危機感を持った国民が政治家を動かし、政治家が大蔵省を説得して E-2C の導入と F4EJ 界スーパーファントムを生み出したのです。あとこの年には記憶にございませんといった流行語もありましたよね。そもそもこの人たちのおかげで E-2C の導入が遅れていたわけです。この動画の後半は謎の戦闘機 MiG-25 について簡単に解説するとともに、その後の顛末や後日談、防衛白書に示されていた謎の記述について、さらに返還された機体の行方にまつわる謎やベレンカ中尉の近況など一般にはあまり知られていないことを紹介していきます。いつもより少し長くなりますが、どうか最後までご覧ください。それでは早速始めましょう。
1950年代、アメリカ合衆国では、B58、XB70、SR71 など、マッハ3級の超音速機が開発されており、ソ連は、こうした侵入機に対する迎撃戦闘機の開発の必要に迫られていました。この計画で、ミグ設計局では、数々の試作機が生み出されました。両翼に、大型のエンジンポットを吊り下げたもの、可変翼を持ったもの、ラファールのように、可変式のカナードがついたもの、エンジンを縦に2機並べたものなどの中から、1961年、YE155 といった現在の形のものが選ばれ、その量産タイプが、冒頭の航空ショーに現れた機体です。ちなみに、可変翼タイプの試作機は、後のMiG-23に発展するのですが、西側諸国は、この機体は、あくまで試作機で、YE-155 こそ MiG-23 であると思い込んでいたのです。さらに一つ。大きな口を開けたエアインテークと、広い面積を持つ2枚の垂直尾翼は、高出力ターボファンエンジンを搭載していることを示し、可搬角のついた大きな主翼は、高い運動性と長い航続性能を持っていることを連想させ、さらに、太くて長い機種は、大出力レーダーを搭載していることを表していました。つまり、この機体は、迎撃戦闘機ではなく、制空権を確保するための、マッハ3級の格闘戦闘機であると考えられていたのです。当時のアメリカ空軍は、この戦闘機に対抗する機種を持っていなかったことから、大いに慌て、その結果、世界最強の格闘戦闘機、マクダネル・ダグラス F-15 イーグルが生まれました。さて、函館に着陸したその後は、どうなっていたのでしょうか。ベレンコ中尉の行為は、出入国管理令、航空法等の国内法に違反する容疑があったので、まず、北海道警察が、ベレンコ中尉の取り調べを行うこととなりました。捜査当局は、証拠物件として、MiG-25 の機体を領収し、翌日の9月7日と8日の両日、実況見分を行いました。その際、警察の要請に応じ、防衛庁からも要員が派遣され、必要な専門的知識を提供しています。この時、ソ連軍や特殊部隊が、機体の破壊と乗員の奪還のため、何らかの方法で北海道に攻め込んでくるとの噂が広まっていました。事実、日本の領空や領海付近では、ソ連のものと思われる未確認機や船舶が徘徊していたのです。航空自衛隊では、F-4EJ ファントムが24時間体制で哨戒にあたり、海上自衛隊の護衛艦も対艦ミサイルや対戦魚雷の発射体制を整えていました。陸上自衛隊の函館駐屯地では、61式戦車や L90-35mm 2連装甲射機関砲が搬入され、ソ連軍来襲時には完全武装の陸上自衛隊員200人が函館空港に突入。防衛戦闘を行う準備もされていたのです。そんな緊張が高まっているある日の未明、西の空から国籍不明機が3機現れました。未確認機はどんどんこちらに近づいてきます。連絡を受けた高射砲部隊は警告の栄光弾を発射。いよいよ未確認機が目前に迫り、実弾を発射しようとしたその時、無線で未確認機は友軍の C-1 輸送機という連絡が入り、危うく同士討ちを免れたという事件が起こりました。どれだけ現場が混乱していたかが伺い知ることができる事件で、発射命令は文民指導部から全く許可を受けないで行われたため、後々問題になることを恐れた自衛隊はこの日の記録文書を全部廃棄してしまったとのことです。9月9日、捜査当局の取り調べの終了に伴い、MiG-25 は法務省から防衛庁に引き渡されました。防衛庁は、MiG-25 を函館空港に置いておくと、民間機の運航に支障をきたす恐れがあること、調査に必要な格納庫等の施設や機材がないこと、機体の保護や警備を適切に行いがたいことを理由に、
これらの条件が備わっている航空自衛隊の基地へ移送することの検討をしました。同時に防衛庁は輸送する手段や機体を解体する技術者の提供をアメリカ軍に申し出し、米軍はこの要請を快諾。この時ベレンカ中尉はすでにノースウェストのボーイング747の機上の人となっています。輸送のための解体作業は事件から約2週間後の9月19日に始まりました。機体の一部には自爆装置が仕込まれているとの情報もあり、作業には慎重をきたしましたが、9月24日の深夜、尾翼と主翼を取り外されたミグ25はアメリカ軍の大型輸送機 C5 ギャラクシーの太い胴体に搬入され、茨城県の百里基地へと飛び立ったのです。シートで覆い隠されたミグには函館の皆さんさようなら、大変ご迷惑をかけましたと書かれた横断幕が掲げてあったことが印象的です。百里基地に運び込まれた機体は自衛隊の監修のもと米軍の協力を得ての解体調査となりました。機体の構造はこれまで信じられていた熱に強いチタン合金ではなくステンレス鋼が使われており、リベットではなく溶接で剥ぎ合わされていたとのことです。ステンレスはジュラルミンより3倍重いのですが、3倍の強度があり、つまり12ミリ必要なジュラルミンの部材を4ミリで作れば重量の問題はなくなるのですが、その点に対する気遣いはあまりされていないようでした。またステンレスの品質もあまり良いものではなかったようで、至るところにサビが見られたとのことです。そんなこともあり、ミグ25の重量はファントムの2倍以上の37トンとヘビー級で、大きな主翼は機動性を高めるものではなく重い機体を浮かび上がらせるためのものであることが判明しました。重量増加を避けるため射出座席もついていません。大出力ターボファンエンジンであると思われていたエンジンが極太のターボジェットエンジンで、電子機器も従来型の真空管を使用したものでした。とは言っても江崎レオナの発明によりトランジスターがまともに使えるようになったのは1960年代中頃で、レーダーなどに使える周波数を出せるようになったのは1970年代に入った頃です。まあ当然といえば当然な話で、ファントムや初期の F-15 にだって真空管は使用されていました。先進性よりも信頼性を重視していたということです。もちろん我が国の防空能力に関する資料が収集されたり記録されていないかどうかについての確認も行われました。どうですか？警察の調査に自衛隊は蚊帳の外に置かれたとか、機体の調査は米軍主導で行われたと書かれている資料をよく目にしますが、実はそうでもなかったことがわかりますよね。ベレンコ中尉はミグ25のフライトマニュアルを持ってきたことから、米軍では実際に飛行させてのテストを申し入れたのですが、自衛隊はそれを拒否しているほどです。9月25日から10月3日までの間行われた詳細な調査の結果、ミグ25は西側諸国が懸念したような格闘専用の制空戦闘機ではなく、ソ連の防空システムに完全に組み込まれる典型的な迎撃戦闘機であることが分かりました。これによりソ連が西側への侵攻を行った際、ミグ25が前線に現れ脅威となるような状況は想定されなくなり、調査班は西側諸国の不安が過大評価であったとの結論を下したのです。10月2日外務省はソ連大使館に対し、ミグ25の機体を10月15日以降であれば茨城県の然るべき港でソ連側に引き渡す用意がある旨を伝えました。1976年11月12日未明、25個に厳重に梱包された機体は8両のトレーラーやトラックに積まれて茨城県の日立港に運ばれました。そして同日同時刻に入港したソ連の貨物船第5のス号に船積みされ、11月15日
MiG-25-31番機の機体を乗せた第5のス号は北地港を出港していったのです。これで一件落着ですと思ったのですが、私の脳裏に2つの疑問が湧き起こりました。防衛白書には25個に厳重に梱包された機体と書かれています。現場に立ち会っていたアメリカ軍の資料によると梱包は40個とあります。さらにソ連の担当官は梱包は60個あったはずだったが20箱足りないとクレームを言っています。ソ連の主張が正しければ15箱から35箱分のミグの部品は一体どこに消えてしまったのでしょうか。さらに白書には燃料タンクと書かれているのです。ミグ25の増加燃料タンクといえば半埋め込み式のこれです。この写真は9月6日13時40分頃に函館の新聞記者が撮影したミグの姿です。見ての通り燃料タンクはついていませんよね。もしかしたらですが、迎撃に上がったフォントムがミグを最初から見失ったというのが嘘で、これらの間でロングファイトになった可能性はないでしょうか。ベレンコ中尉は迎撃に上がった2機のファントムをソ連からの追撃機と勘違いし、R-40 空対空ミサイルを発射。ファントムはミサイルを回避。当時、スクランブルに上がる自衛隊の戦闘機にはミサイルを搭載していません。したがって、敵機との交戦は20ミリバルカン砲となるわけで、落下燃料タンクを投棄したミグは、燃料消費量が大きい空戦機動を強いられて燃料切れになってしまった可能性が考えられます。そしてミグは厚い雲を抜け高度をギリギリまで落として函館方面に逃亡。ルックダウン性能に乏しいレーダーしか搭載していないファントムはここで初めてレーダーからミグをロスト。千歳飛行場までの燃料がないミグは民間機を追い払う目的で函館上空を4周した後、函館空港に強行着陸。その後、自衛隊は後処理を警察に押し付けて、機体と海上に浮遊していた落下燃料タンクを接収させた。当時の三木内閣は、ロッキード事件の後始末やダグラス・グラマン被告で厳しい立場に追いやられており、そんな折にソ連の戦闘機とドンパチやったなんてことが表沙汰になったら大変です。当時の状況を鑑みると、先に紹介した高射砲部隊の無許可射撃と同じく真実が隠蔽されていることは十分考えられます。行方がわからなくなったミグの梱包の中には被弾した跡がついている部品が隠されていたのかもしれません。この事件以降、スクランブル任務の戦闘機にミサイルが搭載されるようになったのも何か関係がありそうな気もします。まあこれはあくまでも私の推理ですが、皆さんはどう思われますか。最近返還された31番機が博物館に展示されているとの噂がネット上にあったので調べてみることにしました。噂の出元は英語版のウィキペディアです。ここに、この機体はニージュニーノーブゴロトのソコルの工場で再組み立てされディスプレイされているとあります。ニージュニーノーブゴロトとは昔の合力石で、ソコルとはソ連時代、主にミグ設計局の機体を生産していた第21航空機工場のことで、現在は民間の航空機製造メーカーです。ベレンコ中尉のミグ25もこの工場から出荷されました。そこには、ソコル社が運営する航空博物館があり、そこに展示されている機体がこの写真です。確かに31番と書かれていますね。でも、書かれている色は青色です。
1976年に函館に飛来したミグの番号は赤色で書き込まれていました。再組み立てした際に青色で書き直されたのでしょうか。写真はもう1枚あります。手前からミグ17、ミグ19、ミグ21、ミグ25、ミグ29、そしてこの一番奥にあるのが31番機です。もう一度31番機の写真を見てみましょう。そしてもう一度この写真も。手前から17、19、21、25、29、31。もう青の31番機の正体はわかりましたよね。どうしてもわからなかった人はコメント欄で質問してみてください。ちなみに、ここの工場に併設されている飛行場では、ミグ29の体験搭乗ができます。ちょっと前までは、練習機タイプのミグ25にも乗れたみたいですけど、今はどうなんでしょうか。気になるお値段は、というと、プランによって、200万円から300万円程度と、意外とリーズナブルで、モスクワまでファーストクラスで行くと思えば、安いもので、私もいつかは行こうかと思っています。函館の31番機は、この工場で再組み立てされた後、航空飛行学校、そうです。ベレンコが卒業した飛行学校の教材として使用され、80年代後半に解体となり、バラバラになった部品は、お土産用の記念品として販売されました。最後に、アメリカに亡命を果たした後のベレンコ中尉についてお話ししましょう。彼は、アメリカ軍や CIA への情報提供に協力し、名前を変えて、アメリカ各地やヨーロッパの政府ハウスを転々として暮らしていました。徐々に英語を覚え、生活環境にも慣れた頃、彼の最初の職業はアメリカ軍のテストパイロットでした。後ろに見えるのは F5 戦闘機でしょうか。これは T-38 ですね。その他にも、同じくソ連から亡命してきた将校の取り調べに参加したり、ソ連の戦闘機パイロットの会話の鑑定や暗号解読に当たっていたそうです。彼の半生を題材にした自伝もベストセラーになり、トム・クランシーのデビュー作、レッド・オクトーバーを終えの執筆の際には、助言を与えました。東西冷戦が終結した1995年には、所用でモスクワを訪れています。祖国に残したご子息の結婚式だったのでしょうか。現在は全国を講演して回るほか、キットプレーンの開発と販売を生業にしているそうです。彼はアメリカ人女性と結婚し、2児を設けていますが、その後離婚、子供時代のトラウマでしょうか、家庭には馴染めなかったようです。きっと、亡命で得た100万ドルの懸賞金の多くは、彼女と2人の子供に渡ったことでしょう。ちなみに、ロシアに残した浪費家の奥さんとは、結局、離婚の手続きはしていないままです。最後までご覧いただきまして、誠にありがとうございました。このチャンネルには、MiG-25 が、トムキャットやファントムと空中戦を繰り広げた、イラン・イラク戦争の動画がありますので、興味のある方はご覧になってくださいね。それでは皆さん、ごきげんよう。